はい、今日は私が所属してる成蹊大学のサッカー部が試合をやってるので見に行きたいと思います。サッカー部は週何回活動していますか？平日は2回と日曜日は基本的にやって、土曜日があるかないかみたいな感じです。はい。週休の活動で楽しいと思うことは何ですか？もともとサークルに入ってたんですけど、あんまりそこでは友達と仲良くなれなかった気がしたのでですけど、週休部に入ってやっぱり普段から部員とか同じ同期のマネージャーとかと一緒にいる期間というか日々が多いのでサークルでは生まれないような友情関係っていうのが作れます。はい、では最後に週休部の魅力を教えてください。やっぱり日々支えていて試合に勝った瞬間だったりとかは勝って一緒に選手と喜び合える瞬間はすごく魅力を感じます。はい、新入生の皆さんお待ちしてます。ケロあ、ごめんなさい、スマホケースだけ。はい、今日ことわざについて話していくんですけれども、まず確認しておきたいポイントとして、ことわざって何を表しているんだろうかというところですね。こういうふうにするといいよ、逆にこういうふうにはしない方がいいよといった古くからの教え、教訓を表すことわざがありますね。それだけじゃ3000円ぐらいです。国語です。子供が好きっていうのと、あとシンプルに国語が好きですね。私は特に文学が好きなので。10個以上年の差がある小学生とかに教えたりするので、そういう時に知識の量が違うっていうのを念頭に置いて、しっかり伝わるように説明するっていうのが結構大変ですね。人によって結構違うと思うんですけれども、まあ、目安として 1,2 時間ぐらい。だから私は結構楽しくやっちゃうんで、気づいたらもっとかかってるってことはざらにありますね。やっぱり大きな責任が伴うっていうところですかね。それと1年間通期で授業を持ったりするんで、そうするとやっぱ予定が都合つけづらくなるっていうのはあります。やっぱり扶養の中で稼ぐっていうのは結構苦労してる人が多いですね。すぐ超えちゃうので、その103万の壁とかを。なんで、まあ、ちまちま計算しながら働く必要があるよっていうのは、結構いざ働いてみて気づいた苦労するところというか、まあ、やっぱり人によっては結構扶養抜けてバリバリ稼ぐっていうこともできるんで、まあ、お金稼ぎたいっていう人はもちろん、まあ、あとやりがいがすごくあるっていうのもあって、大学生にはぜひおすすめしたいバイトだなというふうに思います。
名前をお伺いしてもいいですか。龍之介、寺北龍之介。学年と学部教えてください。経済学部2年、現代経済学科。好きな食べ物は。好きな食べ物、まあ白米。あなたの趣味を教えてください。趣味か、まあ、趣味、まあ片巡りの片巡りです。代官山のカフェ巡りです。趣味は代官山のカフェで巡ったりとか、あとは、まあ、結構洋服好きなんで東京のシーンを見つけ。カットでしょ。カットでしょ。普通に普通に妨害でしょ今の。全員一言お願いします。全員一言、ここに僕のインスタ貼ってあるんで、ぜひお見せください。でも恥ずかしいかも。クリスマスのご予定は。クリスマスの予定ですか。まあ今んとこ決まってんのは、まあ今んとこ決まってんのは、今年成人式があると思うんですけど、はい、意気込みはどうですか。成人式の意気込みですか。ちょっとみんなに久しぶりに会うってことなので、まあ成長した姿をお見せできればなと思いつつ、恥を見せないように頑張りたいなと思う。ちょっとかっこいいとこ見せたいですね。一人で違うぞって。大丈夫それ長い。一旦カットしてみますか。じゃあ